WTT コンテンダーマスカット2023年10月8日から14日オマーン10月13日男子シングルス準々決勝で張本智和20イコール智和企画世界ランク4位ラシェルベリ26イコールスウェーデン同23位にゲームカウント2対3で敗れたライブ配信 WTT コンテンダーマスカット10月8日 日曜日から14日、土曜日開催。トーナメント表、試合結果ヨーロッパ王者、スウェーデンの資格に対し、国際大会での対戦成績は3勝3敗で5分。しかし東京五輪団体準々決勝をはじめ、ここ2戦は長本が連勝していた。第1ゲーム張本は53とリードするが、ここからシェルベリのライジングを捉えた両ハンドを喰らい、8連続失点で先制を許す。 だが2ゲーム目は決めに行きたがるシェルベリに対し、粘り強く立ち回った長本が11対9で取り返す。ブロックとツッツキを多めに使い、攻めはバックハンド主体の長本。第3ゲームも6-3とリードするが、要をフォア強打で決めるシェルベリに対し連続失点し、9-11で落とす。4ゲーム目は長本の、打たせて取る、戦術が再びハマり、11対4で奪い返す。 だが最終第5ゲームはまたもシェルベリにフォアで攻められて防戦。丁寧に攻めをつなげた長本が一時逆転するも、要所でフォア側を抜かれ、7-11で落として敗戦した。より小さい WTT コンテンダーマスカット男子シングルス準々決勝。